こんにちは、藤山美智子です。梅雨の季節になると困るのは髪の毛ですよね。私は実はくせ毛でブワーッとこう広がるタイプなので、まあそれもあっていつも一本にまとめているんですけれども、そして前髪はストレートアイロンをかけています。でもこの季節、梅雨の季節になるともうストレートアイロンをかけるそばから、くせが出て、まあキューピーちゃんのような前髪になってしまいます。で、そんな時期に、使用しているのは、まあこういったスタイリング剤です。で、これは後で実践しますけども、まあ、例えばこちら側は、まあ、パウダータイプのワックスで、これは前髪に使用しています。でそれから、こちら側は、一瞬クリームのように見えますけれども、まあ、これもパウダー技術を活用している、ワックスです。まあ、私のように、まあ、ちょっとくせ毛でちょっと広がって困っちゃうという方や、それから細い髪の毛でぺっちゃんこになっちゃってボリュームが出ないわという方にも参考になると思いますので、ぜひご覧ください。まずは前髪なんですけれども、先ほどのパウダースタイリング剤をする前に、こんな風にして、まずはストレートアイロンでこうにして伸ばします。で伸ばした後に、先ほどのパウダーを使っていきます。でこれなんですけれども、結構ハードめなので、ごく少量使った方がいいんじゃないかなというふうに思います。で私はだいたい3箇所ぐらいの、この髪の生え際の部分にまずはこんな風にして置いて、でちょっと軽くなじませます。こんな感じですね。ですからこれがあまり多くない方が私はいいんじゃないかなと思います。でこういう風にして軽くなじませると、で少し経つと髪がとても扱いやすくなって、湿度にも強くなるという感じです。こんな感じですね。で私は時々こういうふうにした後に、さらにちょっとこういうふうに質感がちょっとマットになったところでもう一回整えるっていうようなやり方もしています。でそうするとスタイリング剤を使ってないようにきれいに見えるのに、なんか綺麗みたいなね。なんかあまり私スタイリング剤私使ってますっていうの感じがあまり好きではないので、あえてスタイリング剤の存在を消すような感じにするためにこのように仕上げることもあります。まあ要はスタイリング剤をストレートアイロンで挟み打ちするっていう感じですね。でそれから先ほど言ったように、私はいやいやそうじゃなくてボリューム感が欲しいのっていう方は、まあ例えばここに先ほどのように塗り回し馴染ませました。でそしたらばその後に、手でかき上げると、まあ、ボリューム感が出るということなので、その辺は臨機応変に下げたりもできるし、それからこうにしてやると、まあ、ちょっとオールバックのように仕上がるという感じですね。で私ここに生え際ここ分け目がちょっとあるので、そこでパカッて割れちゃうことがありますので、そこにもちょっとこうかけてなじませると、そこが割れにくくなるということもあります。次は、まとめたこちら側の髪の毛ですね。それで先ほどのパウダーワックスは結構ハードなので、こっち側に全体にのせちゃうととても大変なことになりますの で、そういう時はこちらの、ソフトなタイプのパウダーワックスを使っています。でまずはこれは、そうですね、こう取ってこれぐらい取って、これぐらいずつ取って、でよくちょっと手でこういうのでなじませて、でそれから全体に軽く、ヘアクリームを塗るような感覚、そんな感じでやってみてください。でこれを先ほどぐらいに、取ってなじませて、で全体にこんな風にして塗ってのせていきます。こんな感じですね。毛先までやっていきます。でそれから前回ニュアンスのあるまとめ髪という回をやったんですけども、その時は横を見た時に意外とここの部分って大事だと思うんですよね。なのでそれも、こういうふうに取ったらばこういうふうにしてなじませて、この部分もよくこんなふうに軽くこういうふうにしてなじませて、で、ちょっと本当は置いた後で、それから、出したい部分をこういうふうにして出すと、ニュアンス感が、定着、崩れにくくなるという効果もあります。こんな感じですね。でこうすると
より自然なあの、ナチュラルなあナチュラルで、ニュアンスのある印象になります。まあ、それで先ほど あのストレートアイロンのところでも言いましたけども、まあ、普段は、まあ、塗りっぱなしなんですけども、まあ、これちょっと綺麗にしたいなっていう時はこの後に、アイロンで、巻くと、まあ、なんかすごくつけないよりもよりツヤ感が出て綺麗な印象のカールに仕上がります。スタイリング剤を、まあ、塗った後に、ちょっと巻いてみました。どうでしょう、なんかこんな感じでなんかいい感じになってるかなと思いますけれども、まあ、今回のようにまあ、くせ毛で困っているわという方や、それから細くて逆にぺちゃんこになっちゃって困っているわという方で、このようなスタイリング剤の使い方をご存知なかった方はぜひトライしてみてください。ではまた。